秋田市立図書館は、秋田県秋田市にある公共図書館。秋田市が管理運営する図書館には、中央図書館名徳館、土崎図書館、荒谷図書館、優和図書館、中央図書館名徳館川辺文館及び名徳館文庫がある。全館の蔵書数は60万906冊で、年間貸し出し数は78万7753点である。 特徴的な取り組みとしては、郷土資料の収集に積極的なことが挙げられ、中央図書館名区館では、名場家文書、長瀬家文書ほか、土崎図書館では、朝木家日記他の古文書を収集しており、一部はマイクロフィルム化され、閲覧が可能である。なお、2003年をピークとして、年間貸し出し数の減少が続いており、長期的な利用の落ち込みが見られる。また、 住民一人当たりの年間図書購入費が約62円と同程度の人口規模の自治体では全国最低水準であり県内平均も大きく下回るなど図書購入費用の不足が問題となっているこの対策として市では図書館の命名権を売却し図書購入費用の充実に充てる方針であり2015年4月より3年間の契約期間で北斗銀行が 命名権券を購入、全館に、ホックトライブラリーの愛称がついた。その後3年間で更新したが、2021年4月より、キララホールディングスが5年契約で命名権券を購入し、キララ図書館とされる予定。秋田市内では、秋田県立図書館が1899年から市内中心部に位置していたものの、市立の図書館としては、市北部にある、 土崎図書館が最も古い。これは1902年に南秋田軍立図書館として土崎港町に設置されたものを1941年の道町の秋田市への編入合併に伴い引き継いだもので、イラやらヤ図書館が設置される1962年まで市内では県立図書館と私立土崎図書館の二貫体制が続いた。その間1954年に 秋田市立図書館設置条例を制定。その後前述の通り1962年に、市西部の荒谷地区に荒谷図書館を設置し、合わせて土崎、荒谷の寮館を秋田市立図書館と総称することとなった。1972年から移動図書館、イソップ号が運行を開始。市内各所を巡回し、今日まで市民の読書環境の向上に寄与している。 中央図書館名徳館が設置されたのは遅く1983年、東北地方で最初のコンピュータシステムを備えた公共図書館として市内中心部、千秋公園の一角にあたる千秋名徳町に設置された。同時に市内3館のネットワーク化が始められ、図書の予約貸し出し及び返却がいずれの図書館でも可能となった。同年12月に、 秋田市立図書館設置条例の全部を改正して、新たに秋田市立図書館条例を制定している。なお当時はまだ県立図書館が千秋地区にあり、中央図書館名特館が開設されてから、県立図書館が1993年に山能新町の現在地に移転するまでの約10年間、県立と市立の両図書館が中土橋通りを挟んで近接していた。 1990年にはキャプテンシステムの端末機を利用した図書の検索、貸出予約システムを全国に先駆けて導入したが、1999年にはインターネット方式に更新している。なお、一時期土崎図書館、荒谷図書館とも、中央図書館名特館の分館という位置づけだったが、それぞれ1991年、1998年に、 現在の建物が完成し移転した際、改めて独立している。優和図書館は、旧優和町において1986年に、町役場の新庁舎が建設された際に、優和町立図書館として、役場建物と一体で整備、開設されたもので、2005年に同庁が秋田市に編入合併されたことに伴い、秋田市立図書館の一つとなった。2006年に、 市内図書館のコンピュータシステムを一新した際、優和図書館もオンラインネットワークに加わった。考え貸し出しは秋田市内在住、または通勤、通学者が対象。貸し出しには利用者登録が必要で、これはイソップ号を含む市内各図書館で受付を行っている。利用者登録をすることで市内のいずれの図書館でも、 本の貸出予約及び返却が可能となるほか、インターネット上でも貸出予約、貸出状況の確認が可能。この他に、中央図書館名徳館及び、土崎図書館では、視覚障害者向けの朗読サービスがあり、中央図書館名徳館では毎週水曜、金曜及び、毎月第3度用に、土崎図書館では毎週火曜、木曜に、ボランティアの協力で、 対面朗読や電話による朗読を行っている。括弧内は2015年4月に導入されたネーミングライツによる名称。秋田市立中央図書館名徳館は秋田市千秋名徳町4-4にある秋田市立図書館の中央図書館である。1983年10月に開館した秋田市立土崎図書館は 秋田市土崎港中央6丁目16の32、ある秋田市立図書館の一つである。1902年設立の南秋田軍立図書館を園元とし、市立では最も古い図書館である。1954年1月に2代目図書館に改築、翌1955年1月には第2期工事が完成し拡張された。現在の建物は3代目で、 1991年、春光、原図書館の開館と合わせて、中央図書館、名読区間の文館から独立した。建物は、港町、土崎を象徴して、帰線をイメージした曲線的な外観となっている。図書館の前には、種まき9人の記念碑がある。種まき9人とは1921年から、刊行された、同人誌で、土崎版と称される。 1> 第1次3号までが当地で刊行された。記念碑は日本のプロレタリア文学の発祥とされる同志と小牧大見らの活動を検証するものである。また、図書館2階には種牧区人資料展示室がある。立地は大宇本線土崎駅から徒歩2分ほど。バスでも土崎駅前、または土崎駅入り口が最寄り、土崎新名車も近い。 秋田市立荒谷図書館は、秋田市荒谷大川町にある、秋田市立図書館の一つである。1962年、土崎図書館に続く、第二の市立図書館として建設された。現在の建物は2台目で、1998年、春工。秋田公立美術大学のキャンパスに隣接する。また、現図書館の開館と合わせて、 中央図書館名徳館の文館から独立した。建物は本館と国立の給食料倉庫を改修した倉庫棟の二棟から構成され、渡り、廊下で結ばれている。倉庫棟では、一般書、児童書の他に、荒ら地域の地場産業であった日本酒の酒造に関する本を充実させているのが特徴で、酒の資料コーナーでは約580冊の資料を所蔵している。 また、荒谷地区に関する郷土資料も収集、所蔵している。旧食料倉庫群は、図書館の他にも改修を経て、秋田公立美術大学の実習旨、工芸体験旨、地域交流旨、等として開放されており、荒谷図書館倉庫旨も含めて2000年12月に、登録有形文化財として登録されている。またそれに先立つ1998年には、 荒谷図書館がグッドデザイン賞を受賞した。立地は前述の通り、秋田公立美術大学のキャンパスに隣接しており、また、秋田市立秋田西中学校にも近接する。上越本線荒谷駅からは、徒歩約20分ほど、荒谷駅北側からは遊歩道が整備されている。バスでは、秋田中央交通、右後交通、美術大学前はステがより、下車約5分ほど。 秋田市立優和図書館は、秋田市優和にある、秋田市立図書館の一つである。旧優和町において1986年に町役場が改築された際、優和町立図書館として、役場建物と一体で整備、開設された。2005年1月に同町が秋田市に編入合併されたことに伴い、秋田市立図書館に加わっている。合併後、従前の優和町役場は、 優和市民センターとして存知されてきたが、改修を経て2011年5月に優和市民サービスセンターに改組され、建物は市役所主所機能を備えた複合文化施設となっている。図書館2階には、郷土出身の廃人である石井露月の資料室がある。立地は優和地区の中心部にあり、バスでは優和市民サービスセンターバス停が最寄りである。イソップ号は、 秋田市立図書館の移動図書館車両であり、組織上は中央図書館名徳館の分館にあたる。1972年より運行を開始し、現在の車両は2009年に導入された4代目。約2500冊の本を積み、市内各所を巡回している。入館者数については、教育要欄の方に記載がなく、公式サイトの数字を記載している。 平成23年度の数字であるため、その他統計資料との年次に、ずれが生じた。以下、各館の統計でも同様。平成25年度秋田市教育要欄による。なお、増書数を、札、貸出数を、点と表記しているのは、同資料の統計において、増書数が、雑誌、視聴各資料を含まないのに対し、貸出数では、雑誌、 視聴覚資料を含んでいることから、これらを区別した同資料の記述に準拠したもの。ありがとうございます。